はい、グッティバルーンカンパニーの金さんです。いつもありがとうございます。 Thank you everyone。 今日はクラウンフィッシュ and シーアネモニーを作りたいと思います。イソギンチャクちゃんです。それではあなたはここで戯れていてください。4バルーンズ、オンリー4バルーンズ。ファースト、最初は隠れ熊の実は2本で作ります。これ前作ったのと一緒です。2本で作る。オンリー2バルーン、オンリー2バルーン、クラウンフィッシュ。 and シーアネモニーはローズとアイボリーですね。2本ですね。まず、これ17センチ残します。測った方がいいと思う。17センチ、17センチないとできんのよね、これが。なんとなくそんな感じです。17センチ。で、まずここから作ります。スタートポイント、2 little pinchy tooth and a small loop. Small loop. Here. テールね。それから、ホワイトを膨らませていきます。ホワイトはね、半分ぐらいしか使わないんで、端切りでもいいですよ。ミスったやつね。まず小さなバブルを作って、2 big pinchy twist. 1 2 2。でこれをここに回していく。こう、そしたらホワイトを回して、これでホワイトフィニッシュ、終わります。でよく見ててね、これを This light、 このようにします。整えます。尻尾を整えてこうですね。こういう感じです。で今からこう、ここからこういきます。まず同じ大きさになるように、ここバブルを作って、ここでちょっとだけ大きめの Little big pinchy tooth、 One pinchy tooth。 それからダウンします。だから Small bubble and two pinchy tooth、 1つ Small two pinchy tooth、 One pinchy tooth、 Two pinchy tooth。そしたらこれをこうして、ここでダウン and アップします。同じぐらいの長さのスモールバブルを作って、ここの一番上のピンチツイストに一回ぐるっと回していく。こうするとこうなります。そしてこう回していく。ちょっと簡単に作ってますから、前作ったものよりもちょっと簡単になってます。今回はより作りやすくなるように順番を変えてみました。より簡単にできるように。でこう回すときはとにかくローリングしながら回していくと摩擦が少なくなるので割れにくくなると思います。残りをここに結びます。これでクラウンフィッシュは出来上がります。整える。言わないから切っちゃう。はい、できました。 Next C
チーアニーモニー。発音変かな、これね。不安じゃわ、ほんま。いきますよ。はい。チーアネーモニーは、このぐらいです。ちょっとまあ、こんな残しても大丈夫かな。で、アイボリー。同じぐらいですね。はい、それでは行きましょう。まずこれから行きましょうか。ワン、ツー、ツーバボー、スリー、フォーバボー、ファイブ、シックスバボー。これで OK。 とても簡単、超簡単これ。はい、あと行きますよ。ワン、ピンチ、ツイスト、ワンピンチツイスト、and ワンバボー、ワンピンチツイスト、more、ワンピンチツイスト、and down、down、down、and small bubble、two small bubble、two small bubble、うん、うん。で、ここから、round, round, bubble, one, two, three, four, four, and, together, together, pinch twist, together, four, one, two,four bubble together pinch twist。 これで、まあ、これはまあ余ったら一緒に巻いてもいいし、カットしてもいいし、どっちでもいいです。これで糸巾着ができます。とても簡単です。はい、これなんで真ん中にしたかというと、あのなんてことはない、これを通すため作っただけだから、こう通します。通してゆっくり引っ張ります。ゆっくり、あんましギュッとやると摩擦で割れちゃうから、ゆっくり引っ張って回す。で、いらない風船をカットします。で、一応結んでおきましょう。これで OK です。ちょっとこれしゃくります。しはいはい、これもしゃくります。はいはい、こんな感じでございます。急ぎに着できました。後ろ、はい、これまた顔を描いてあげてください。隠れ熊の実ちゃん、こういう感じで、これに乗せてあげましょう。いいよ、うん。というわけで、チアニモニー&グランフィッシュをレッツメイク、レッツトゥイスティング。それでは、See you! サブスクリブルプリーズ。登録よろしくお願いします。じゃあねー、みんな、バイバーイ。暑いよー、広島32度。チャオ。